なんか村で起こってんのかな。あれ、なんだか昨日よりも賑やかだな。いやもうゴンタめっちゃ食ってんのはいつも通りだけど。さあ皆の衆、歌え踊れ。ゴンターガ様がナンスカの新たな支配者となったお祝いだ。支配者になったの？ゴンタが？あいつ食ってるだけなのに。お祭りしてますね。このままじゃまずいよ。早くゴンタを取り戻さないと。お？なんだ？このやばい感じ。前にも一度あったぜ。あ、ソロか。何事だ、スバル、見ろ。あれは？ムーの人間を語る偽物め。さりげなくビーム回避したの、すげえな。ムーを信仰する民族がいると聞いていたが、まさか偽物を崇めていたとはな。みんな何者でおじゃる。お前は本物のムーを侮辱した。その罪は重い。あ、ゴンタやられる。助けてておじゃる。ゴンターガ様、ゴンターガ様。ソロ、あの野郎なんでこんなところに。スバル君、このままじゃゴンタが。分かってる。ゴンタは僕が何とか助けるよ。ひとまず院長たちは安全なところに避難して。全部終わるまで絶対に出てきちゃダメだよ。分かった。あ、守れなかった時のことをちゃんと学習してますね。逃がすっていう。気をつけてね、スバル君。任せとけ。これ上まで移動すればいいのか。このまま行けんのか。あ、移動っぽい。追い詰められてんな。移動すっか。大丈夫か、ゴンタ。ソロ、やめるんだ。なんでこんなとこいるのって感じだろうね。お前か、なぜここにいる。そいつはこっちのセリフだぜ。ゴンタをどうするつもりだ。お前には関係ない。ついでだ、お前が持っているオーパーツここで渡してもらおうか。僕の友達を傷つけるようなやつにオーパーツは渡せない。友達だと。そうやってヘドの出そうな言葉を平気で口にする。お前は相変わらずのようだな。いいだろう、そちらがその気なら力ずくて奪うまでだ。あ、出た。絶対あの文字だよね。地上絵にあったマーク。いやでも一人で電波変換できるのめっちゃ便利だよね、マジで。スバル、来るぞ。うわぁ。お？強い。この前よりはるかに。あれが本気だとでも思ったのか。ふん。お前に一つ言っておく。俺が電波変換したこの姿はこう呼ばれている。何者にも頼らないという意味の言葉。ブライト。ブライ。その俺から見れば、お前のように絆だの友達だのと唱える人間は、他人にすがらないと生きていけない、卑しくて浅ましい存在にしか見えない。エンプティよ。この程度の男が俺と合格だと、随分と見くびられたものだ。オーパーツは後でいただく。それよりも。いい。今はお前が先だ。偉大なるムーを侮辱した罪、その身であがない。おぎゃー。ああ、ゴンタやられた。この程度では済まさない。永遠の恐怖と苦痛をその体に刻み込んでやる。やめろ。え、どうすんのこれ。それだけの傷を負ってなお立ち上がるとはな。こいつがそんなに大事か。ゴンタは僕の友達だ。僕が絶対に守る。絶対に。わあ。お、オーパーツの力。なるほど、オーパーツの力か。え、すごい力。押しつぶされそうだ。かつてダイナソーたちはオーパーツによって滅びた。そのまま使い続ければお前も同じように滅びの運命をたどるだろう。僕の体はどうなったって構わない。他人のためにその身を投げ出すというのか。また友達が目の前からいなくなるより全然マシだ。かっこいい。こっからだぜ、バトルは。あんな辛い思いはもう二度としたくない。だから心に決めたんだ。この体が砕け散っても絶対みんなを守る。仲間の危機に反応して急激にパワーを増幅させる。以前もそうだったな。それがお前の力の源というわけか。お前のような奴を見ているとな、俺の中の血がうずき出すんだ。仲間絆、そんなくだらないもの、貴様の存在ごと消し去ってやる。
今度はこの前とはわけが違うぞ。俺に流れる血にかけてお前の全てを否定してやる。許さない。僕の大事なものを傷つけようとするお前だけは絶対に許さない。ウェブバトルライドン。お前こないだの恨み晴らしたんよ。強くなったからね、こっちは。さて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 、いや、モアイフォールゲットしたんですよ。これ嬉しいですね。僕バトルカードの中で一番好きかもしれない、モアイフォールが。おう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 、オッケーオッケー、2発入れていく。あ、ちょっと待って、チャージショットぶっ込んだつもりだったんだけど、まあまあまあ、いやいやいや、これで落ち着いて処理していけ。これプラスキャノンでいこうか。あー、ちょっと待って、カウンター入れにくいな、この野郎。でもスーパーアーマーがあるから、最悪カウンター入れられなかったとしてもそのままぶっ込めるっていうのはこの便利なところですね。でこれでアタックパネル使って、これだったら列違ってもどっちも、おっとっとっと、なんだこの攻撃、左、いやー回避できなかった。まあでもこれでモアイフォールで、よし。モアイフォールめっちゃ強くない？でも使い勝手良くないですか、前作から。これ3早く欲しいな、モアイフォール。いやー、愚か者め、ソロよ、バカな、こんなことが。すまれ、早くとどめを刺せ。お前も分かってんだろ、こいつは危険すぎる。ここで情けをかけたら後悔することになるぜ。悪いがそうはいかない。あ、エンプティ。エンプティ、貴様何しに来た？織姫様のご命令だ。お前を連れ戻しに来た。ふざけんな、俺はまだやれる。今のお前ではこの男に勝つことはできない。もう十分に分かったはずだ。それにここでやられるわけにはいかないのではないか？お前にはどうしてもやらねばならないことがあるはず。さあ戻るぞ。ち、待て、逃がしちまったな。ゴンターガ様、ご無事ですか？そういえばさっきから全然動かねえぞ、こいつ。ゴンタ、え、ゴンタ大丈夫か？でもこれで記憶戻るんじゃない？ゴンター、あれ？そして次の朝、次の朝？ゴンタ平気か？ゴンタ、まだ意識が戻ってないみたいだ。もしこのままずっと目を覚まさなかったらどうしよう。院長、ご心配には及びません。何してあのゴンタ君ですから。そうだよ、お腹が空いたら目を覚ますって。そうよね、あのゴンタですもの。腹減ったってすぐに目を覚ますに決まってるわ。渡したら何本気で心配してるのかしら、バカみたい。うん、信頼のされ方よ。お腹が空いたら、そうだ、グッドアイディアが浮かびましたよ。グッドアイディア、話は後です。院長スバル君、まずはゴンタ君のところへ行きましょう。もう何ねえ、朝起きてからひたすらお祈りを捧げているのにお目覚めにならぬとは。もしこのままお目覚めにならなかったら、ナンス家族の夢は夢、ゴンタ平気か？ってか、そんなね、地面に寝そべられ、かわいそうに。じゃあ院長、例の作戦は？ゴンタ君を目覚めさせるためです。お願いします。わかったわ。牛丼使い回してんな。コホン。ねえ、ゴンタ、起きて、うふん、どうした？おい、あれ何のまねだ。そんなこと言っちゃダメだよ。院長、恥を捨てて頑張ってるんだから。私ね、ゴンタのために腕によりをかけて牛丼を作ったの。早く起きないとスバル君とキザマロに食べられちゃうぞ。ゴンタそれで反応すん、いや、ゴンタっていうか院長、これいらんことやんなくても反応すんじゃないの。院長の手作り牛丼、あ、院長のがいいんだ、やっぱ。食わずに死ねるか。復活した、これ記憶戻ったな。本当に起きた。ゴンタが目を覚ました。院長のお色気と大好物の牛丼によるダブルアタック成功です。二度とやらないわよ、こんなの。
お色気、称号お色気、いやーなんかいろいろアウトだな。服装戻ったな。委員長の手作り牛丼めちゃくちゃうまかったぜ。よかったわ。本当はスバル君が作ったんだけど。それよりゴン太君、記憶は戻ったんですね。おう、迷惑かけて悪かったな。牛島ゴン太、完全復活だぜ。うわー、よかった、元のゴン太だ。本当一時はどうなるかと思ったよ。お、帰ろうゴン太。スバル、どうやら俺のために必死になってくれたみたいだな。胸が熱くなるぜ。この恩は忘れねえ。お前は俺の永遠の友達だ。うん。おいスバル、スターキャリアを見てみろ。え？絆力上昇してるぜ。おお、助かる。あ、本当だ、30上がった。絆が、ゴンタとの絆が深まったんだ。きっと記憶が戻っただと。そんなことは関係ない。お、あなたはナンス科の新しい支配者、ゴンターガ様だ。そうでなくては困るのだ。いや、あのさ、うまいもんをいっぱい食わせてくれたのは感謝してるけど、俺はそんなお偉いさんじゃねえんだ。みんなと日本に帰らねえと。日本へは返しませぬ。たとえ力ずくでも。誰かおらぬか。おやおや、なんすかなんすか。ゴンターガ様がご乱心だ。捕まえろ。あらま、スバルだけなら電波変換して逃げれんのに。ゴンターガ様と村長どっちが偉いんだこれ。あ、探されてるっぽいな。っていうことは無事逃げ切れたのか。いや、めっちゃ探されてんな。やだな、怖いな。こういう村でなんか狙われると怖いですよね。うまく隠れたはいいけど、これじゃ逃げられないね。なんであそこまで俺にこだわってんだ。別に誰でもいいじゃねえか、支配者なんだよ。おいスバル、とにかくこのままじゃどうしようもねえ。指示を出してるのはあの偉そうにしてる村長だ。あの村長をどうにかしないと。そうだね、よし、それじゃあウェーブインして村長さんに近づこう。そうすれば村の人たちに見つからずに行けるはずだよ。あ、もう確かに。みんなはここに隠れてて。ここ隠れる場所ないけどね、特に。ウェーブホールは、あったあった。何をしておるか。ゴンターガ様はこの村のどこかに隠れているはず。早く見つけ出せ。ん？お前は昨日現れた青い男。そうか。お前がゴンターガ様を隠したのだな。ゴンターガ様を出せ。彼は僕の友達牛島ゴンタです。本人もそう言ってたじゃないですか。いい加減ゴンタを解放してあげてください。それはできんな。どうして？我々ナンス家族の勢力拡大のためだ。これよりナンス家族は一致団結して人を増やし、土地を広げ発展していかねばならん。なるほどな。要はあのゴンタを村の連中を団結させるために支配者として利用してやろうって考えなわけだ。なるほど。利用だって？まあでも一族のため思ってたけどね、この人も。たとえ偽物でも構わん。ゴンターガ様にはムー大陸の使者を演じていただく。演じるって、まるで体のいい操り人形だな。おいスバル、説得が通じる相手じゃねえぞ。力ずくでやるか？ダメだよそんなの。だがこのままじゃ拉致が開かねえぞ。私の目はおかしくなったのか？今お前の左手が勝手に喋り出したような。見間違いなんかじゃねえよ。化け物。まあ、お前も天狗みたいな顔してっけどな。おいスバル、ひらめいたぞ。え？任せておけ。おい、そこの村長さんよ。俺はお前の言う通り化け物だ。地獄からやってきた最強で最悪の化け物だぜ。なんだと？その気になれば地球を丸ごと飲み込めちまう。俺の言うこと聞かねえとお前も飲み込んじまうぜ。食べちまうぜ。そういえば、ナンスカの言い伝えでこんなのが残っている。そこら中の食べ物を貪り、ナンスカの民を飢えさせたという伝説の化け物。食べるんすか？名前が、しょぼい。まさか、それがお前？そうだ。それだ。俺はそれだ。食べるんすかだ。バカな。これは幻だ。よし、スバル、もう一押した。え？俺、グズグズすんな。うん。食べちまうぞ。やめろー。村長、かわいいな。あー、気絶しちゃった。何もしてないのに。へ、ざまねえな。本気で食べられると思ったんだろうぜ。だいたいなんだ食べるんすかってのは、そんなのいるわけねえだろ。間違いない。これでじゃあいけるか？あー、村長が。見張りはいなくなるけど帰れんのかな？大変だ、おろおろおろ。てか、委員長たち、急いで空港とか行っちゃえばいいのに。動揺してやがるぜ、チャンスだ。よし、今のうちにみんなをここから連れ出そう。
ちょっと、これ、今なら逃げれる。今なら逃げれる。今ならいける。あれ？よくやったわ、スバル君。とりあえずテントまで退却よ。ゴンタとキザマラはもう先に行ってるわ。あー、オッケー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 。これ見つからずに、あー、全然気にしてないわ。ここのテントだね。逃げるなら今がチャンスだぜ。早いところ貫かろう。おう。さあ、ナンスカの人たちがオロオロしてる今のうちです。まずはテントをしまいましょう。あー、なるほどね。ちゃんと回収していかないといけませんからね。これで回収した。じゃあもう帰れる。マテリアライズ。車。すげえ、この小学5年生、車持ってる。この車で、急いで飛行場へ行きましょう。飛行機にさえ乗ってしまえば、彼らも諦めるはずです。やっと日本へ帰れるぜ。え、すげえ、いいな。こういう未来来んのかな？完全自動運転なら平気なのかな？僕はいつもの方法で戻るよ。大丈夫よね？もちろん、心配しないで。別に心配してるわけじゃ。まあいいわ。日本で会いましょう。必ずよ。うん、日本で。まあね、そうしないとパスポートなしで来てることバレちゃいますからね、飛行場行っちゃったら。こっちはじゃあ車で逃げたんだったらもう大丈夫そう。うわ、すごい、動き方がなんか、ね、飛んでた。やれやれ、一見落着ってやつだな。スバル、ウェーブインだ。あの女に怒られないように急いで帰るとしようぜ。そうだね。オッケー、じゃあこれで今回クリア。まあ、ソロ倒したし、あれがボスだったのかな。ふぅ、ひどい目にあったな。でも、ここまで来ればもう安心だね。空まで追いかけてくるなんてできるわけねえからな。じゃあ、これでも帰れそうですね。お？さっきの食べるんすかは偽物だったのか。その証拠に私は至って無傷だ。まんまとはめられてしまった。それより、ゴンターガ様に逃げられてしまった。支配者としてあれほどふさわしい存在はいなかったのに。我らナンス家族の勢力拡大の夢もここまでか。その夢、叶えてやろう。お？またいらんことするやつ出るよ。ハイドじゃん？ほら。またあれでしょ？スターキャリア渡すんでしょ？ソロは失敗したようだな。織姫様も最初から私に任せてくだされば、手っ取り早く済んでいたものを。誰かと聞いている。ああ、これは失礼。私はハイド。貴様にムーの遺産を授けるため参上した。ムーの遺産だと？貴様、軽々しくムーの名を。おっと、疑うのならまずはこいつを見ていただこう。いでよ、コンドル。おお。何？これはもう信じざるを得ないですね。我はムーの監視者。ムー大陸と共に大空を飛び、その存在を見守ってきた。ムーの監視者？バカな。いや、待て。ナンスカの地上絵にも鳥の絵が描かれていたな。あの地上絵の鳥はムーに住んでいた鳥だと言われている。まさか。いかがかな？このムーの遺産である古代のスターキャリアがあれば、勢力拡大などたやすいこと。これを私に授けると、ただというわけにはいかない。貴様が知っているムーに関する情報と交換だ。それはできない。ムーの情報は我らナンス家族の秘密だ。ムーの遺産が欲しくはないのか？これがあればナンス家の勢力拡大も夢ではないぞ。ナンス家を南の果てのちっぽけな国で終わらせたくはないだろう。東だ。ここから東の地にムーはあったと我らの伝承には残っている。にやり。貴重な情報感謝するよ村長。では約束通りこのムーの遺産は貴様のものだ。東アバウトかな。我が力を授けよう。これはとてつもない力が流れ込んでくる。うわー、おお。村長、これはその姿こそコンドルジオグラフ。ムーの偉大なる戦士。もはや偽物の支配者など必要ない。その力を皆に示し、貴様こそが本物の支配者になればいいのだね。村長でいいじゃん。こんな姿見せたら村長すげえってなるよ。ふんはぁはっはっはっは。もうゴンタいらんしょ。村長でいいじゃん完全に。